日20日の夜です。月曜日ですね。で今日練習がありまして、で今日は今日中にということで久しぶりに夜になっちゃったけど動画を撮っています。で今日練習がありました。でまた明日ねオフなんだけど、だいたい火曜日と土曜日が1週間のオフ でたまたま先週は土日が試合がなかったからオフだったんだけど、オフが今連続でポンポンポンできてるけどっていう感じです。だからもう体力的にはバッチリだな。で今日練習終わって帰ってきてって感じで、でまあ練習のことから話そうと思うけど、まあ非常にコンディションも悪くないと思うし、まあ、そのまま継続してることをやっていきたいなって思うと同時に、まあ、このと多分次の試合も 4-2-3-1 で行くと思うから、で今日やったところはメディオプントっつって、あの 4-2-3-1 の3の真ん中、まあ、トップ下的な位置だけど、なんかここで使われることが最近多いから、前回の試合もそこで使われたりとか、前クエンカで練習試合とかもそこで使われたりしたから、分かんない。なんか自分ではなんか正直そこで自分が生きるとはなかなか思わないけど、本当の自分の力が発揮できるのか分かんないけど、でも新しい挑戦だとも思うし、まあ多分守備のところで多分相手 あのピボートとか潰してってイメージで使いたいとかいうのもあると思うし、まあ、結構チームの中では走れる方だから、まあ攻守において攻守に絡んでボール奪って自分で展開したりとかいう部分も求められてるのかなと思うし、まあそこは自分でも求めてやっていきたいなって思ってる。まあそれで、まあ、自分的にもそこで新しいトライして、で結構前のポジションだから、まあでもディフェンスチーム状況的にディフェンスする時間は長いから、まあそこで自分のね力もストロングは発揮できると思うし、まあその中でまあ比較的に前のポジションだから、まあ自分で行くってことも考えながら、まあその周り使うけど、でももしね自分の前にスペースがあるならやっぱ自分でグイッと運んでっていうのも大事だと思うし、まあそれで自分のシュートを行き切る、まあよく最近いいよと向く話すけど、まあやりきる選手ってすごい大事だと思うって、まあそれにまあなっていかなきゃいけないなと思うし、ゴリゴリゴリって自分で行って自分でやりきれるような選手にもなっていけるチャンスが今来てるかなと思うから、まあそこは素直に受け止めて、まあトライしていきたいなっていう部分がある。まあやってて楽しいし、単純にね、な結構まあ日本でのプレーを知ってる僕と日本でのプレーをね知ってくれてる人は、人しかそこやるのって感じかもしれないけど、意外と楽しく、意外となんかまあまあまあできるのかなとも思うし、そこは分かんないけどね。ちょっと開けます。そうちょっと分かんないけど、でもそこはまあやってみなきゃ分かんないんでっていう感じです。まあ、そこで一番ね、まあ、挑戦だね、ここも挑戦だと思うんで、しっかりとチャレンジしてやっていきたいなと思います。で正直、生活の部分とかのに関して話そうと思うけど、まあ、最近少しずつスペイン語がね、なんとなく話してきて、まあ、全然初級中の初級だし、全部言ってることも分かんないんだけど、なんとなくこんなこと言ってんだろうなってことも理解できてきて、なんとなく伝われてるかなみたいな会話ができるようになってきたけど、最近それができてきたから、なんか甘えちゃってなんかやらなくなってきてる自分もいるから、まあ、それ良くないね、良くないから、そこはちゃんと直さなきゃいけないし、もっと自分に厳しく勉強の部分も生活の部分も求めていきたいなと思います。というわけで今日はこんな感じで終わりにして、もう寝て、また明日からちゃんとした生活をねしていきたいなと思いますので、感じで終わりたいと思います。